パラディ島唯一の友好国ヒーズル国、その特使清見東人。この家紋に見覚えはございませんか？これは見せるんだ、ミカサ。でもこれはお母さんが秘密にしてろって。子供の頃俺には見せただろ。その秘密はきっとこの日のためだ。さあ。この印は死んだ母の一族から受け継いできたものです。私も自分の子に託すように言われました。ああ、なんとけなげなことでしょう。およそ100年以上前、東人家の御親にあたる我が将軍家子息はフリッツ王家と懇意にしており、このパラディ島に逗留しておられたのです。そして巨人大戦後、ヒーズル国は敗戦国として立場を追われ、その混乱の最中、将軍家の忘れがたみはこの島に取り残されたのです。あなたは我々が失った一国の主の末裔、ヒーズル国の希望です。